関代さんはね、年末忘年会ライブっていうのもやってましたね。久しぶりにさ、はい、2年か3年か、うん、はい、ずっとコロナで、うんうん、そこずっとやってたんだけども、はい、3年間ぐらいやっぱりなんかやめようって、うんうん、で店も新しく建ってんでさ、これはいいぞってんで、はい、やったら、はい、ね、うん、いい感じ、うん、素敵なレストランですよね。素晴らしいですよ。うん、あそこで音は聞いたことはないんですよ。食事には行ったことが、音が一番素晴らしいかも。あ、そう、いや、いや、食事は置いといて、食事は置いといて、音がね、はい、もしかすると、あ、こんな音あんまり聞いたことないぐらい反響するんですか。反響もしない、もう実にね、しない、うん、そのナチュラルなさ、うん、あ、こんな音で、それが増幅されて、うん、聞こえてくるといいなっていう具合に増幅されてさ、そうなんですね、うん、やってて感じます、ね、うん、すっごい感じる、まあ、2022年終わってみたらどんな年でしたか。俺、ね、確かね、あの、今年はやるぜっていうことをね、言ってたんですよ、一昨年。一昨年さんが、俺ね、一昨年さんがそんな前向き力強いセリフはあったの。そうだ、俺は抱負は言わないけど来年はやるぜっていうことをおむすびラジオでおっしゃった。いや、あの後ね、年明けてから、うん、なんかね非常の中で幸福感に見舞われてさ、はい、これは今年はいい年になりそうだなっていうのが念頭にあったのよ、はい、でそうしたらやっぱり1年間良かったね、うん、良かった、うん、うんうんうん、なんかね、うん、どうなんだろうって感じぐらい。あ、そうですね、そんな感じはありましたよね、ゆきおさんの投稿からもね。ちょっと知らないとも俺の感じじゃん。適当です。あの、調整さんは、まあ、ライブありましたね。ライブもしましたし、うんうんうん、去年、おととしか、うん、おととしからちょっとなんかサイズ的にちょっと大きくなれたんで、いろんなことが、はいはい、うん、その何延長で、はい、ライブもでっかいとこで頑張れるようになったし、うん、まあ悪いことなかったからいいんじゃないですか。そっか、うん、ね、あれなんか追突されたとかって、あれは全然日常的な話か、あれは、ね、あれは別に初めてのことじゃないいいね、この心構えがいいですね。千葉県の小川美智子さんからメッセージをいただいております、はい、去年6月のゆきおさんご出演の時に長生さんの突然の登場、 ありましたね。ありました、通りかかったゆきおさんがいて、ゆきおさんいて、そうそうそう、呼んでないし、うん、怪しい人だと思ったらね、手振ったらね、そう、来なさいって言われてね、その時にちらりと口にされていたお二人のライブが本当に発表され、新年のお年玉のごとく1月28日に行われますよね。今回で3回目。そうですね、最初が2013、この方詳しい、2013、2018、2人も忘れてるからね、うん、いつの間にか10年目というロングランのお二人のジョイントライブになるのを待ってました、ね、前回長生さんの MC で居酒屋の大将に魚で叩かれたという話がずっと一緒に残っていて本当にそんなことあるのかと不思議に思ってますと。覚えてますよ僕それ、ね、魚で叩かれ、ある日ね突然思い出したんですよね、あれね、はい、ふってチビの時に居酒屋の大将に俺名前聞いたみたいで、はい、ゴンって叩かれて、なんだこの感じはと思ったら大将手にサバ持ってたサバで叩かれた、魚で叩かれたことある人間そうそう多くないでしょ、うん、あまり聞いたことないな、ね、凍ってたんじゃなくて、いや、なんかサバくん前、ね、ちょっとすごいね、うん、はい、どんなライブになるんでしょうっていうね。長生さんのライブのお話面白いんですよね。そうだよ、先生話の好きだもん、うん、あのまだその話すことに対してスープカレー屋とソープ屋と間違ってた客いたって話とかね、うん、お客さんってよく覚えてるよな、うん、人した話、そうこっちをほとんど覚えてないやりっぱなしだったりして、うん、でね、楽屋には何分前に入るんでしょうか。ゆきおさんが先か長生さんが先でしょうか。1回目の時打ち合わせの時からゆきおさんは長生さんよりも先に来てたという、楽屋入りはゆきおさん結構早いんですよね。あ、笑ってんだようっかりして前の日から行っちゃうのでああ俺結構早いよ、僕もね相当早いんですよ、うん、で大体は僕が人を待たせない人間なんですけど、ゆきおさんだけは過去2回俺より早かったですね。1時例えば1時って言ったら何時に入る。僕は15分前に入ります。1時って言ったら、はい、11時半ぐらいまだ空いてないんじゃないかと どっから歩いてきとんねん、すごいね、待ってる、あ、でも
うん、私も早めに行ってなんか落ち着きたい方ですね。でしょ、なんか家にいるとさ、うん、なんかわさわさしてて、うん、だったらば会場に行った方がいいや、会場に行ってなんか上がった方がいいなっていうかさ、はい、家で上がってるのバカみたいな。僕一番やっちゃいけないのが遅れることだから。あ、そうだよね。だからさ、うん、まあ、割と早めに行くんですけど、すすきのライブハウスとか行ったって、うん、絶対空いてないですけどね、俺行った時ね。例えば今日、今日4時入りねっつって、分かりましたっつって、俺10分前ぐらいに行くじゃないですか。彼らはね、やっぱり心入れ替えてもいいと思う、ね、本当に。早めに来るアーティストのために早く開けてほしい。年だからさ、うん、早いことはとことん早いぞ。起きるのも早いしね。8時に来いったら行くぞ、8時に。店開いてないしさ、一人でポツンじゃないですか、ビルの中暗いし、はいはい、あれ怖いよな、ね、そしてエレベーターが来るたびに来たかな全部違うとこ行っちゃうね。あ、それはないな。いや、いいですね。いや、じゃあちょっとね、この千葉県の、はい、小川さんも札幌に行きますと楽しみにしてます。 ありがとうございます。来てくれてるんですよ。はい、いうことでね、ありがたいですね。新年早々、はい、クレセントのマスターもたまに、今日からやってます、たまに先輩来てください。マスク変わってからさ、行ってないんだ、はい、俺。あ、ぜひ。後輩なんだ、高校の。あ、はい、うん、ね、うん、来てくださいというメッセージ来ております。じゃあまず曲1曲かけましょうか。ゆきおさんに何かけましょうかってお話ししましたら、リフレイン、もうそう、1月からもうリフレイン祭りに開始何ですかそのリフレイン祭り。だいたい3月ぐらいまでかな。あ、3月まで。リフレインって書いたら8匹いなきゃダメじゃないですか、ね、1980年5枚目のシングル。そうだね、ね、うん、はい、1980年なの。80年でした、はい、調べましたらね。僕が生まれる前ですよ。調整さん限定ネーム広域圧力団体足立組構成員飯田さんからですが、佐々木さん、調整さんね、野谷のライブ、佐々木さんお疲れ様ですと、はい、今歌われる君は風とっても素敵ですと、花咲く曲がり角も素敵ですよねと。そうですか、ありがとうございます。そうだね、あ、今のね、うん、で調整さんお疲れ様です、ヘッドホンライブ面白いライブでした。 あれはちょっと僕も面白い、また参戦します。でした、ね、頑張ってください。あ、それも聞いてみないとな、ことで聞きたいなと思ってたんだ。ヘッドホンライブもありましたもんね、うん、あれは、うん、誘われてやってみたんですけど、うんうん、まあ、調整にやらないかって言われたんだけどもさ、はい、一応断ったんだ。一応断った。さ、それ面白そうだねとか言うから、やりますって言ったら、絶対やらないって言って。でもね、今の話聞いて今年やりたいって言うかもしれない、ね、いや、ダメでしょ。自分が歌った声すぐ聞こえてくるんだよ、ヘッドホンの中で。審査員みたいですよね、病も持たずに。なんかね、うん、本当にレコーディングしてる感じ、そうだと思うな。そういう、ね、経験もありましたというメッセージもいただきましてありがとうございました。それでは佐々木幸男さんでリフレイン。彩りをなくしたいつもの冬は言葉
互いのメリットを生まなきゃいけないし、そうかそうか、うん、だから、うん、っていうかやっぱなんかそのバイブレーションみたいなのやっぱあるね。ああ、なんか調整とやりたいなっていつもいつも思うわけじゃないからさ、うんうん、そうかそうか、そう、あ、タイミングですかね、なんかそう、なんか来た、あ、なんか来たな、おし、今だな、あ、過ぎたって、あ、過ぎちゃったじゃあまたっていうね。そうだね、そんなしょっちゅう会ってるわけでもないし、ね、なかなか会わないね。会った時にそんな話になればっていう感じですよね。うーん、なるほどね。なかなかならないんだやっぱり、ね、みんなそれぞれ一人一人でやってるから、うんうんうん、お互い共通性ないしさ、うん、そういうそれで ある程度先まで決まってるじゃないですか、はい、スケジュールが、はい、その次になっちゃうとやっぱ半年1年先になっちゃうんで、お互いがお互いのなんて いいところというか、どうでしょう。僕は幸男さんはずっと綱渡りシンガーって呼んでるんですけど、綱渡りシンガー、うん、なんでそんな狭いとこ入ってってこんなバランス取りながらメロディー作るのかなっていう。そう、幸男さんは長生さんどんな風に。やっぱ俺も綱渡りシンガーかもしれないななんでそういうところ、なんでそれを言うと僕はもうだって幸男さんは毛管現象シンガーって言ってますからね、うん、狭いとこにじわーっとこう入ってく、そういう歌ですよね幸男さんって。うん、ところが最近そうじゃないってこと気がついたの、はいはい、ところも違うんだよな、はい、そういう毛細血管じゃなく、うん、すっごい大動脈大動脈に入ってる大動脈スインガーにだんだんなってきてるなって思う。動脈瘤でダメだよ美濃山雅彦さんもね、お二人の共通の美はまあ王道じゃないですか、ある意味。うーん、もう人生全部辛いことが全部歌になるっていうね。すごいねあいつね、あの歌うたびに泣いてますからね、うん、すごいと思う、うん、でみんなそれぞれやっぱそんな、うん、なんか才能っていうかさ、はい、持ってるところの出し方が面白いよな。みんな50、60じゃないですか、はい、すっげえ悩んですっげえ苦しんで何十年もやってきたわけで、それは自分のスタイルちゃんと作りますよ。作ってね、それでまあそこに通うファンがいて続けてくれてね、嬉しいって。ゆきおさんは古いファンっていうか、しべちゃんのポケットさんから、うん、ゆきおさん大好き、楽しみにしてました、ありがとうございます。しべちゃんのポケットさん、大人なんだから大好きとかやめてよ、大好きって言ってます、一番大事なんだね、大事で。京都のハンナリゴの幸さんからもね、関西のライブ楽しみしてます、なあなあなあ歌ってほしい、あ、ゆきおさんも、はい、関西でもライブやってください。ああ、俺、はい、関西で、そうだ、しばらくやってないね、関西やってみたいなと思う。長生さん関西ね、スケジュールで、ね、来月、ね、あ、そうです、来月ですね、2月の4号かな、どこでやるの。大阪ブンブン堂、京都と、はい、京都と、2月の4日5日、うん、一緒についてったらどうですか。それは迷惑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 一曲だけ、しっかりお断りします。一曲だけ、ついていくかな、それいい考えだな。ね、なんかいい感じですね。なんかまとまってます二人。いや、もうゆきおさんは大先輩。訓練したもんだって。訓練した。合わせる。人犬みたいな。あんた、いい加減にしないと。どうもーって出てきた。そうそうそう。電気が電電電電で出てきた。あだちさん、これめくんなきゃいけないやつ。めくりやってもらう。いや、いい感じですね。新年1回目ですねということで、西宮のおていさんからですね。今日はゆきおさんと長生さんゲストということで、いつも以上に楽しみ、はい、ゆきおさんのことをほとんど知らない超初心者なんですけど、あ、 FM リベールのマダムケロコさんが大絶賛されてて、うん、番組でかかる楽曲で勉強させていただいてますと。ああ、そうですか。そう、ケロコさんが、ゆきおさんを後輩だからさここのあ、そうなんですか、うん、そうなんですって。で、長生さんは2月の関西ライブ笑っていけるように、明日から専門学校の卒業試験早めに合格点もらうように頑張ってます。彼女頑張ってるし、ね、社会人の方なんですけど、うん、もう一回学校行ってますっていう。あ、学校行ったの。そう、なんか国家試験も受けるっていうね、大変なんですよ。なんか資格取るのに、うん、あ、いいな、羨ましいな。俺一番羨ましいな、それ学校行き直すってさ。今からどうですか。無理。いやいや、無理っていうか、卒業前にあなた、別にしなきゃいけないんだから、いろんな学校あるじゃないですか、健康大学じゃないけど、そういうの嫌だって。そういうのじゃなくて、ちゃんとアカデミックなさ、キャンパス、キャンパス、うん、ね、ね、学びたいってどういうことあります。いろいろあるよ、だって、うん、ドイツ語とかさ、うん、ドイツ語とか、あ、そうか、ロシア語とかさ、ガチで言うと哲学とかさ、うん、ガチで言うと音楽理論習いたい。本当よ、音楽理論、僕らに一番欠けてるのそこだったでも理論なしに今まで来てね。
だから理論なし、多少は勉強しないですよ。だから理論をねじ伏せてはいるんだよ。だから一応それねじ伏せてはいるんだけども、はい、ああ理論もっとあったらなっていう。音楽に対してマウント取りたいですね。っていうかただ単になんか劣等感なんだけどそう、あとね、あのスポーツトレーナーみたいなのを知りたいですね、はい、あの筋肉だとか、はい、うん、どうするのそれ、うん、健康に、まあ、でも学ぼうと思ったら今いくらでも、ね、まあ、ネットとかね、ネットでも学べますし、うん、それこそカーリングの体幹トレーニングとかで、はい、それで調べてやって、はい、体大きくなっちゃってこの 2,3 年で俺、おー、あれ、何これ浸透した感じ体大きくなっちゃってって言ってもだから、ね、さ、ね、どうやって大きくなるのかなって考えて、大きくしようと思ったわけじゃないんですけど、はい、太ったってこと、いえいえ、なんか胸の筋肉とか出てきちゃってとか、カーリングでもいいんじゃないですか、体幹ないとね、筋肉ないと結構みんな筋肉ありますもんね、筋肉がつくとでもいいね、うん、うん、ゆきおさんも健康のために何かしてますか、やめた、やめた、だからねナチュラルなのがいいね、そんなことしなくてもずっとここまでこうやってナチュラルなのがいいね、余計なことやって体壊すよりもやっぱり何もしないで体壊さないっていうのが一番かっこいい、健康気にして病気になるやついますからね本当に危ないよ、病院来すぎて ね検査しすぎてね、今日体調いいから病院行くからですよ本当に、いやいいね、だってね、まあご年齢を言うと失礼ですけど、伊京さんも矢沢永吉さんの一つ下ですよね、そう一個下、一、ね、個下そうだと思うんだ、その世代がすごいなと思って70代 で俺思ったんだからさ、年齢ってみんな思ってるよりも、はい、若いよはっきり言って、だから70って年をさ、70っていう数字に騙されんね、うん、あ、じいちゃんだってみんな4つ上がって言うからさ、言うなお前個人差がねありますね、僕たちがその音楽始めた頃にやってた人たちが、はい、結構未だにいるんですよ、そう、未だに ね声出てやってますもんね、みんな大物さんになっちゃって、うん、声って吹けない、吹けない、いや声全然変わります、声自体は吹けるけども全然変わります、うん、吹けるけど、吹けるけど、うん、吹けるけども、うん、どうもなんか声の変化とかって全然感じる、ちょっと低くなりました、この間低くはなるよ、ね、あの30年ぶりの昔のラジオでもう一回やるっていうのをやったんです、 STB ラジオで、で、どういうことやの、あの当時の音源が出てきて、それ似せるの今のパーソナリティで3時間やったんですけど、まあまあ声高いんですよ、声高いし早いしね、早いよな、はい、28年経ったなって感じしました、とにかく若い時って早かった、あ、そう、千春さんとゆきおさんが喋ってる音源もたまたま聞いたんですよ、むちゃくちゃ早いね、早い、早回しかと思った、だから考えて1分で終わんのに大体話すそうそこの速さってね、あ、若さってすごいなって、そこ脳の回転だな、ゆきおさんって昔早口だったよね、めちゃくちゃ早かった、うん、そう言われりゃそうだ、努力したもゆっくり喋るように、なんでそれ本当、そうですか、努力してゆっくり、いや何言ってるか分かんないって言われるんだもん、ゆきおさんってね、喋った後間は作ってたんですよ、ずっと、うん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 、だけど言われりゃそうだ、早口すごい早口だった、早く喋れて、うん、何分でも早く喋れるようだから、あ、本当に今でも、うんうん、やんないけども、やんないけど、うん、あえてゆっくり、まあゆきおさんってその例えが小説のようっていうかね、言葉が多いじゃないですか、いやブログとか、まあ、今日はそうだねっていっぱい言ってますけど、そうだねが見たら ね、 ね、ちょっと常人じゃないセンスですね、はい、あれ、はい、言葉の先生ってか、うん、感じがする、うん、言葉っていうかね、うん、文章の構成が変ですそれはもう文章の構成が変、うん、変です、うん、どうしてここに行くんだろうと思うんで、ただね、はっきり言って何言ってるか分かんないのもいっぱいあるんですよ、はい、ただ、ね、匂いだけするんですよ、あ、そうか、そこか、うん、佐々木幸雄衆だけするんですよ、うん、ただ何なんだろうなこの人って思いますね、匂いだけ出りゃいいんだって、まあ、確かにそうです、ね、お楽しみいただいてますでしょうか、この素敵なフリートーク、浪江さん、浪江のり、のりゆきさん、あ、浪江さん、僕、浪江さん、エルマンゴ楽しみにしてます、ありがとうございます、去年の丸山ノクターンのライブ以来の観戦になります、あれ以来長生さんともつながって、アルバムを1枚と某岩本コーヒーさんに秘蔵してあったライブ音源の CD もゲットしました、はいはいはい、私といえば相変わらず、うん、ゆきお師匠のセプテンバーバレンタインと君は風ばかり弾いて歌ってます、あ、聞いてみたいな、ぜひな、何十年歌ってんでしょ、コードが定まらず未だに耳コピから抜け出せていません、今度のライブではコードワークを凝視することになりそうです、出して、いきょさん隠しとこう、隠しとく、ここにほら、ね、ですっ
て目隠しして、透明じゃないアクリル板つけて絶対手元見えないようにそんなこと言わないで見せてあげてください。エルマゴ楽しみしてますということでね、じゃあ一曲伺ってエルマゴの話したいと思うんですけど、その前に調整さんへ、はいはい、調整さんのアルバムスノーフレーク、はい、星勝さんの編曲が多いんですね。星勝ね、うん、あ、星勝さんが多いんですね、うん、僕の好きな編曲者です、うん、若い時カイバンドのアルバム地下室のメロディーの編曲で知ってから好きになりました、うんうん、この編曲を当てて好きになっていくっていうのもまた2ですね、うんうん、この10年ほどはどなたの楽曲も新曲あまり聴かなくなったんですけれども、星勝さんがどのようなお仕事をされているのかわからないままです。行く旅も濃い哀愁漂う編曲と酒井さんの歌声とてもいいですよね。おむすびラジオで初めて聞きました。アコのステージで編曲の素敵さはどこまでも出せるものなんでしょうね、とリクエスト、酒井調整さん岩崎宏美さんに提供された五線紙の上好きです、とこれは CD になってない、あ、僕にはなってないです。僕にはなってないよね、はいはい、ライブで、ね、聞いてください。そうですね、あと YouTube にはあ、YouTube にアップしてる、上がってるかもしれないです、はい、確かめてないです。 YouTube に親衛隊が上げてくれてるなんか誰かがなんとなく、ね、はい、馬ちゃん先生が挙げてくれてるかもしれないです。ということで いただきましたつべつの山田さんからです。でここで調整さんの歌を一曲聞きたいと思いますけど、ゆきやさんは調整さんの歌についてはなんか思うか、褒めてよ調整の歌は昔から言ってるんだけども、はい、調整やっぱりメロディーラインがさ、はい、すごい美しいメロディーをね、うん、書く人だから、うん、それをこれからどこに向かっていくんだろうなって、あ、年齢いくと、うん、まあ、メロでもいろんなもの変わってくるけども、うんうん、まあ、基本的に何も変わってない部分はやっぱあるんだけども、調整自身がどっかに行こうと思ってるんだ、それは間違いだからちゃんと落ち着きますね。間違いなんだ、間違いなんだ。私は調整さんはね、まあ、このラジオやってから、うん、リスナーの方が素敵な方いるのでって紹介してくださって、エロいですからって言われた。ああ、とにかくかもしれない、ね、エロいですって言われたんですけど、うん、全然いつエロいんだろうと思って、エコですか、全然見るか、エロくないと思ってて、でも歌聞いたらね、エロいわと思った。いや半端じゃない、なんだろう、もしかして歌がエロいとして俺には分かんないですけど、うん、うんうんうん、だって人間が本当にエロかったらやばいじゃないですかそれ何やってんのそれ、いいんだぞ本当は、ね、本当はいいですよ、ね、エロはやっぱりいいですよ、活力ですよ、ね、じゃあ今年中に3人でどっかでエロ話しますか話かよ3人でエロ話、いやいいですね、まあ、今日ですね雨かけてくださいって、調整さんも何かけますかって言ったら雨、ちょうどね PV が出来上がってて、うん、はい、YouTube とかに上がってるんで、うん、それを、あ、そうそう、それでそれを作ったのがアップグレードっていう、はい、まあ、会社っていうか、うん、なんですけど、そこも、はい、そこのホームページが出来上がったんで、うん、そこにはもちろんいろんなリンクがあるんで、うん、ぜひぜひ検索してください、はい、アップグレード境調整で引っかかりますから、はい、PV ができた会社っていうか、うん、寄り合いっていうか団体っていうか正体は俺もよく分かんないんですけど、うん、調整さんは CD インオアアウトでしたか、うん、めちゃめちゃいいですよね。いいね。音がいいっていうか。いや、それは音がいいよりもっと先ほどことはない。まあ、間違ってる。CD に向かって音悪いって言ったら大変だよね。CD 素晴らしい。もう遅いや、本当、まあ、生で聞いたらまた違う良さがあるんです。かけた方がいいや。かけた方がいいですね。で、座るとこなくて、いつも調整さんなんで、目の前空いてて、目の前にって座っちゃうんですよ。なんかもうめちゃめちゃファンみたいな。いいな。知ってる人前に座られると思う、ね、結構好きだな。安心するでしょ、すぐ発見できるんですよ、安心するよね。いや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 、なんか空いてるんですよ、ま、前の左とか ねこっち見て似合って笑う。そうそうそうじゃあちょっと お送りしましょう。酒井調整さんで雨。色を変え
人だってどうして気が俺何俺そんなポジションこれからセクシー路線セクシー路線じゃあますますムキムキになんなきゃセクシー路線美濃屋さんのライブで長生さんの話が出てね俺のことをすごい気に入ってる女の子が受付にいていつも俺のこと見てるんだとで絶対俺のこと好きに違いないって言ってたんですって。そしてある一つ本当話しかけられてはいって振り返ったら美濃屋さんの親戚だったってひどいですよ俺そこね5年も通ったんですよ、ね、でいつもチラチラこっち見んの、まあ、絶対これ俺のもんだなと思って帰り際に高橋さんというからはいって言ったら私美濃屋正彦の名医なんですって言われてそれを言いたかったんだよねそれでなんで今言うかなっていうかなんで5年言わなかったかっていう意味わかんないでもね顔見てはねニコニコってしてねちょっと恥ずかしそうに下向いたりするんですそう見えただけなんだよだからそうずっと5年かそう見えただけなんだよ調整はだから知らないから、はい、知らないから、うん、これなんだろう美濃屋さんの名医ですっていつ言うかいつ言うかと思ってたんじゃない5年ですよ5年細川さんから森下先生と僕が入会している東寺会ゴルフの三上会長が東高19期で佐々木幸雄さんと同期だって言ってます19期なんだ俺うん、うん、細川さんなんですっていや佐々木幸雄さんと同期、あ三上さん三上会長あ三上さん、うん、って言ってます三上さんで三上会長だって、うん、ゴルフのねそう、うん、会長っていうのは同期名前じゃないですよねそうそうそうゴルフ界の会長です三上会長じゃなくて ね会長さんはいということでございましてさあ、1月の28日の土曜日の夜6時からオープン6時30分から始まりますエルマンゴーはい、札幌市中央区南7条西3丁目ライブハウスなんですか私こう行ったことないライブハウスです俺もないんだ、うん、あ俺もない心配になってきたのライブない時は飲んでもできるんですけどもう2時間前ぐらい行かないとね迷っちゃうから多分前の日行くんじゃないですか前の日に泊まり込みでエルマンゴライブハウスなんですかですであそこ広くて、うんはい、店、 店内のディスプレイとかいろいろ変えられるんですよ、はい、だから踊り場になったり、うん踊り場、うん、踊る感じもできるし、うん、かなんか軽い結婚式みたいなこともできるしあそんなに広いんですか、うんまあ、大丈夫か使い方によってそんなに広いとこそれから2、30人でもカッコつくライブハウスにもなるしあそうか使いようが、ね、結構、ね、カメレオンライブハウスですねあ、もうガチ固定じゃなくて、うん、いかようにもできる形で結構スペースがあってはいということですので行きたいという方はチケットはお店に電話でもいいですし、はい、Facebook とか僕つながってんだったら、はい、僕でいいですはい長生さんにメッセージいただいたりねゆきおさんのお知り合いゆきおさんに頼んだり、うん、私頼んだことになってます足立優子様行くって言ったけど入ってなかったら入れておきます入ってなかったら入れてあ入ってる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 清美さんと入ってますよね清美さんあ清美さんも行くって言ってた違ったかなあ本当いろんな人は、うん、あやちゃんも行きますあやちゃんって誰橋本社長ハッシーですはい、あやこふんに2人ゲストで来るんだけどってエルマンゴー私も行こうと思うんだけどって言って、うんうん行く予定なかったけど行かなって言ってます行きたいんだと思いますまあ大体お二人大好きそんな感じだよ招集は特にかかってないって言ってました、うん、かかってないけど、うん、ゆっくり行くなら一緒に行こうっていうことでマリングはい、はいね、行かせていただきますので、ね、何やるか決まってないって言ってましたけどこれからですかおっどうなのずっと決まんないと思うなんでここで首かしげるはいいやもうね何も心配なんかしてないんですよ別に、うんうんうん、ベテランですから前ねあんまりいろんなことをね企画しすぎて、はいはい、企画倒れて終わったからあそうかそれでねいろんなことやろうと思うと、うん、結局僕が忙しくなるだけなんですよ、うん、結局さ動かないんだからと思ってそうなんだ、ね、だから動かないのよ自分いろんなことね予定したら自分の首絞めることないからなんか何も言わないから変だなと思ったらそういうことそういうことさああ今井口さんだけじゃないんですけどね、うんまあ、でも一応、どっちが先でとか先は僕で でそっちでとかそれは途中で2人でここでとか、 なんか流れは決めるんでしょ流れは決めるよ、ねえねえうん、って言ってこないとあまりにもなんかさ行き倒ればったりみたいなことね行き倒ればったり、ね、だからこの場にふさわしい曲をなんとなく選んでこの場にエルマンゴにふさわしいっていうかねそれだとサルサになっちゃうね
サルサエルマンゴニーっていうかこの子の2人のね3回目にふさわしい感じでお届け。そんな大げさにしなくていいですよね。いいかね、やっぱりなんかその企画とかいろんなそのなんていうんだろう、うんうん、計画とか、はい、僕ら果たしてそれが必要なんだろうかと思うね。いや勉強になるな、はい、多分ね、うん、その調整何年だっけ、もう何がですか、デビューして、デビューして41年ですね。こっち45年でしょ、うんうん、合わせて92何々というさ、ところでもって綿密で合わせるのもなんかさ、はい、どうなんだろうっていう、そっか、まあ、それはいいんだけども、まあ、その当日の体調を、うん、それするときはまた別のときですよね。あでも分かんないな、でもそれもやった方がいいのかもしれないなと思ったりもするんだけども、うん、今回は割とそこのなんかお互いの距離感みたいなのを、はい、探りながらさ、槍でつっつくってのが一番いいかもな、槍、うん、か、うん、さりげなくさりげなくなんか付き合うっていうのが一番いいのかもね。うん、まあステージは生ものだとしてそこで生まれてるものを見るっていうのもいいですよね。であとは、うん、お客さんも結構なんか結構ずっと長いこと見てるわけじゃない、はい、僕らのことを。そうですね、ね、うん、そこのところで、うん、この二人でやったなんかどんなものが、うん、化学変化っていうかさ、うんうん、多分そっちの方の楽しみの方があるんじゃないかなと思う、ね、はい、うん、じゃあそれを楽しみに、うん、多分ね科学変化しないかもしれない。不発に終わるっていう、不発に終わる、やっぱりダメだったな、混ざり合わない、不発に終わる、不発弾コンビになるかもしれないけどね。うん、でも今日の様子を見てたら非常にね楽しみです、はい、うん、なんか元気な、まあ、初ライブですね、1月の、うん、いつでも僕は一人がいいですから、はい、はい、やりたくないみたいじゃないですか、調整もなんかその、はい、ライブのやり方もこっちも分かってるし、だからそういう意味ではお互い分かってるっていうのはすごい、2人で2時間半ぐらい、どのくらいになりますかね、うん、2時間半までいかないような気がするな、2人で2時間ぐらい、多分15分ぐらいで人にとって体がいいのはどのくらいなの思うからさ、かまず健康第一でね、健康第一で、うん、雨長すぎると、ね、2時間程度ででは終わりたい、うん、冬だし ね、 あ、うん、イベントとしてやっぱ3時間となると、はい、ちょっと長いですもんね、うん、てか3時間冗談じゃない、そっちの話休憩2時間ですよ。、うん、あ前に山木康夫さん、去年かな、あの川口由美さんに刺されてね、寒いところ行ったんです、あの、うんうん、札幌の藻岩山で、ディナーショーで、ディナーショーっていうか食事30分でライブ2時間半ぐらい、タフだね、ライブ2時間半ぐらい、タフだ本当、ですごく曇ってて雪が降って、ダメじゃね、ダイナチじゃん、景色がないから俺はどこと歌うっつってね、チキショーもよい山って言いながら、なんかもう素晴らしいらしい、山木ともやってみたい、もうね山木さんね、もうぼやきミュージシャンにしては素晴らしい、うん、もうあの方あの方でね、ぼやかしたら右に出るやついないよ、うん、あのぼやきはもう才能豊かなもんだって聞きました、去年ね、去年72歳で同い年、やっぱりファンの方はねこうやって元気で目の前に来てくださる時間を共有するってことが一番なんかハッピーなのかなっていうふうな印象もありますね、幸い元気ではいますね、はい、うん、いや最近つくづく思う、特に28日ライブやった時も、うん、皆さん長い付き合いでって言ってもさ、本当になんか単位が違うからさ、うん、何十年の付き合いだから、うん、親戚だとそんなに付き合わないよ、長いこと、そうね、ほんとほんと、うん、その付き合い考えてみて、うん、わーなんかね、うん、一緒になんか年取ってくるっていうのはそれはそれで愉快だなと思うしさ、音楽ってすごいですね、いやーほんとね、うん、限りがあるんだろうから聞きたいっていうお互いの欲が今ありますよね、もっと多分出てくるよ、うん、多分、うん、あいつ人だってなって、そういう、ゆきおさん最後まで歌ってくださいね、そういうの多いからさ、大丈夫、心配するんじゃないよって思ってるから、はい、うん、元気だ元気だ、解決してやがんな、お元気ですねって言われたらもうねちょっとね、なんかもう申し訳ない感じですけど、1月の28日の土曜日です、あの結びラジオでも何とかね紹介しますし、はい、ぜひ皆さんね一緒にあの行きましょう、まあこういう力が抜けてるベテランの人たちからをなんて、力入んないだけですよね、握力ない、いやでもそういうの学ぶとこいっぱいあると思いますよ、今って頑張っても報われないことにも多いしね、やっぱ規制も多いし、そんな慣れっこですね、多分 ね、 ね、今結構みんな気合入りすぎ、うん、ちょっとねいろんなことで力に返ってるからね、はい、やっぱ音楽自体が、はい、そこまで頑張ってやるかっていうか、うん、うん、ライブバブルすごいですよね今ね、っていうよりも多分歌もそうだし、そこまで気合い入れてみんなに気合い入れていつかみんな疲れるぞって、うんうんうん、
多分もうじきその反動来るからさ、それが平穏に結びつくからいいんじゃないですか。いやだみんなそう思っちゃってんだからしょうがないですよ。まあだからそれはそうでいいんだけども、うん、あるな、うん、じゃあライブでまたね自分のちょっと力抜こうかななんて思っていただけたら。いや僕は力入れて筋肉流々だから、はい、じゃあ佐々木幸男さんのガタゴトと酒井長生さんのお亭さんからリクエストとその場所まで、はい、はい、これね2曲続けておかけしたいと思いますが、お二人一言ずつ、はい、新年始まりましたけども、はい、うん、今年も多分去年と同じ以上にいろんな状況が明け始めてるんで、その明けたものも含めて僕ら多分さらにいくかなっていう感じになってるんでね、ぜひお付き合いのほどよろしくお願いいたします。はい、コピー&ペーストでお願いします何それいや僕らも頑張りますね、適当な感じで遊びに冷やかしに来ていただければ嬉しいなと、はいということで、素敵なお二人にぜひ会いに行ってください。ということでお二人ありがとうございました。はい、どうも。佐々木幸男さんでガタゴト、酒井長生さんでその場所まで、続けてお届けいたします。からなくしてくのはなぜ、なくしてしまってから気づくのはなぜ、眠れぬ夜そう気づくのはなぜ、痛
明日と希望を